サニーサンデーは日本中央競馬会に登録されていた競争馬である。主な勝ち倉は福島記念。名前の由来は冠名父名,名の一部である。デビューは11月30日の東京の新馬戦、芝2000メートル。7番人気で逃げるも7着だった。自走の中山の未勝利戦は後方から追い上げるも6着だった。1月の中山。 2月の東京の未勝利戦は3着赤敗で、迎えた3月1日の中山の未勝利戦、芝1600メートルは逃げ切って5戦目で、初勝利を飾る。続く4月の中山の500万下の芝1600メートル戦も逃げ切って2連勝。しかし、ダービートライアルのプリンシパルステークスは、逃げるも直線失速して、最下位の17着残敗に終わる。 この後福島のラジオ日経賞に重賞初挑戦。13番人気と低評価だったが、ストロングダルーノダの2着に検討した。秋当初は菊花賞トライアル、セントライト記念を予定していたが体調が整わず、断念、放牧した。そして11月21日、同じ福島の福島記念に出走。2番手から押し切り重賞初制覇した。 ちなみにサニーサンデーの安城は、吉田隼人で、二着東証し六個安城は、吉田隼人の兄、吉田豊で、吉田兄弟では、初の重賞ワンツーフィニッシュを達成した。1月5日の中山金牌から始動。スタートから鼻に立ち逃げる者の直線で、後続馬にかわされ六着に敗れた。続く、中山記念では、道中三番手で追走するも、 直線で失速してしまい13着と大敗した。続く、ダービー強チャレンジトロフィーでは、後位から鋭く伸びて3着と、構想した。続く、新潟大賞点では先段追走も、直線では全く伸びず10着と大敗した。7月11日の七夕賞では得意の、福島コースということもあってか3番人気に押され、レースでは先段追走も、 直線で失速し11着と惨敗を喫した。連覇をかけて福島記念に出走、後位追走も直線で伸びず6着、続くディセンバーステークスでは中段追走も直線で伸びきれず7着だった。5月8日の同時ステークスから始動、先段を追走するが直線で失速し10着。この年はこの一走のみに終わり、翌二千十二年は出走していない。 4月7日の福島民放杯で約1年11ヶ月ぶりに復帰し、再開の16着。その後3し下が勝てず、9月19日付で競争馬登録を抹消された引退後は福島競馬場で乗馬となり、翌2014年より同競馬場で誘導馬として活躍している。ありがとうございます。